はい、どうも、哲学徒です。今回はですね、パラゴンレベルに、なったりとか、あとね、パラゴンレベル30以上で、こちらのね、難易度を、ヘル1とかヘル2にね、切り替えることができると思うんですけど、まあ、パラゴンにやっと入ってね、ヘル1に入りたての時、そしてヘル2に入りたての時ね、とにかく、敵の攻撃が痛すぎて、なんていうかな、そこそこ火力は出てるんだけど、すぐ死んじゃうとかね、そういうことって、あると思うんですけど、まあその理由についてまず、解説した後で、まあその解決方法についてね、お話ししていこうかなと思います。で、まあちょっとね、もうすでに私のあれはなんていうのかな、強くなっちゃってるんで、どうしようかな、これ外すか。ちょっと防具を外すという暴挙に出ますけど、この状態で今ヘル2の、これ一番最初のマップなんで、そんな死なないとは思うんだけど、こういうやつとかに攻撃するとね、この下の方を見ていただくと、このモンスター難易度高っていうのが出てると思うんですけど、これがですね、まあ、ちょっと待った、誰かが倒してるの。ちょっと待ってね。これですね。これを押し、ちょっと待ってね。かそってるとこ行かなきゃダメかな。これとかですね。この状態で見てもらうと、モンスター難易度こうですね。今のあなたの攻撃値は1183で、受けるダメージが 31% 増加してる。そして与えるダメージが 24% 減少してるっていう、このデバフがかかっちゃうんですよね。結構このデバフが厄介で、まあ、とにかくね、ヘル2だったら、今ここに1220って出てますけど、この攻撃力のところを1220まで上げる必要があると。じゃないとね、この受けるダメージ増加と、あと与えるダメージの減少っていうのがかかっちゃって、まあとにかく、なんていうのかな、敵からすぐ殺されるし、自分の攻撃も敵に当たらないっていうことが起きちゃうんで、まあちょっとね、注意が必要と。で、今ね、まあ、防具外しちゃってますけど、これちゃんとつけると、モンスターのね、火力が、ちょっと人がいるんで、こっちか。今ね、これ、普通に攻撃が入ってると思うんですけど、モンスター難易度高が出てる限りは、さっきのデバフがね、かかっちゃうと。しかも火力に応じてあそこのパーセンテージ、今 30% ぐらいで収まってましたけども、もっとね、ひどい場合は 90% とかね、まあ受けるダメージが増加しちゃうっていうようなことになっちゃうんで、まあ難易度が上がった時はとにかく、攻撃力を上げていくっていうことが、大事になっていくという感じですね。で、ちなみに攻撃力はどこで見れるかっていうと、こちらのね、これか。ここで見れるね。能力値のところで見てもらって、で、まあ、ここのダメージっていうのももちろん大事なんですけど、さっき言ってた1200っていうのは、ここのところですね、この画面のところのその他の能力値見てもらうと、攻撃力1311とあるんですけど、さっきのところ、まあ、ヘル2の適正が1220なんで、とにかくそれを上回るまではひたすらデバフがかかり続けちゃうんで、まあ、じゃあどうしたらいいのかっていう話で言うと、まずはね、なんていうのかな。簡単にできるところから、お話ししていくと、結構いいのが、このトルマリンっていう石、宝石をたくさんつける。赤のスロットだったらつけられるんで、まあ、今ライフも欲しいんでルビー入れちゃってますけど、とにかく、トルマリンをね、のランクが高いものを、つけてほしいと。で、まあ、基本的には、まあ、ダンジョン周回しててもね、トルマリン手に入るんですけど、まあ、それだけだとね、数が足りないんで、つか商人ですね。ウエストマーチの、つか商人っていうね、商人がいるんですけど、そこに、期間限定でね、1週間ごとだったかな、10個ずつ宝石が、もらえるっていうのがあるんで、ウエストマーチの、つか商人に行ってもらって、つか商人のところで、宝石を買ってもらうと。で、つか商人のところではね、どの宝石買うか、選べるので、ダメージが上がる、とにかくトルマリンをたくさん集めてもらうと。
で、宝石商人のところで、なるべくランクを上げたものを、ソケットにはめてもらうと。これでね、まあ直接的にかなりダメージを上げていくことができるんですけど、それ以外手軽にできる、部分っていうことで言うと、まず一つはね、このセットアイテムですね。まあヘル1入ると、2箇所、セットアイテムどこかで拾うことができるんで、探してもらうと。まあすでにこれもね解説してますけど、セットアイテムはね、この下のとこのボタンを押すことでどこでドロップするかっていうのがわかるので、例えばね、私はネクロマンサーなんで召喚系のスキルの攻撃力を上げたいんで、まあ、羊飼いセットだったら、鉛の神殿のヘル1と、あとね、キラクスラピッドのヘル1のダンジョンに行ければ入れるんで、まあ、まずは、ダンジョンでセットを2箇所揃えてもらうと。確かね、この2セットまでだったら、こちらのね、ショップの方の、パラゴンのボーナスかな。取引ですね。あ、こちらの方にね、パラゴンごとにこう、ボーナスもらえるんで、ここで、まあ、セット集めてもらう。25まで上げれば多分ヘル1の人だったらね、一つセット組み上がるんで、それをやることによって、2セット効果のね、まあ、ダメージが 15% 増加するというのがつくので、まあ、こいつをまず目指してもらうというのがいいかなと思います。で、ヘル2に入りたての方にね、おすすめの方法としては、今これね、羊飼いだけで組んじゃってますけど、2つのセットをうまく、発動させる。2つのセット、要するに2箇所のところに、2セット効果を発動させることで、まあ、15% アップが2箇所つくんで 30% ね、攻撃力を上げられるんで、まあ、2つセット集めてあげる。あ、2セット効果を、2箇所、発動させるっていうのもおすすめかなと思います。まあね、うまくこうそれを組まないと、組めなかったりするんだけど、まあ、ヘル1でね、できるっていう意味ではいいかなと思います。でですね、ヘル2に入りたての場合は、まあ、ヘル2でなかなか戦えないんであれば、ヘル1でね、アイテムを掘るっていうのも結構、有効な方法なんですけど、そこでね、一つ注意点があって、チャレンジリフトの、レベル30を、クリアしてると、ヘル1でもヘル2と同じね、アイテムドロップのバフがかかるようになりますので、まあ、なんていうのかな。まずは、チャレンジリフトのレベル30のクリアを目指してほしいという感じですね。そうすると、ヘル1で買ってても、アイテムが落ちるという状態で。で、なんでね、そのアイテムドロップ率がすごく大事かっていうと、攻撃力をね、ベースとして上げる方法として、まあ、無課金でやるんだったら、大事になってくるのが、レジェンダリーの更新が結構大事で、こうやってね、全部レジェンダリーっていう状態に、まず持っていくのが大事なのと、あとね、レジェンダリーも性能がですね、自分のパラゴンレベルによって変わっていくんですね。例えばこれは、まあ、必要レベル60の、パラゴン18なんで、パラゴン18レベルで落ちてる王冠なんですよね。なので、今私、パラゴンレベル45なんで、まあ、45の状態でトレハンを続けてるとね、ここが60の45のものが出たりすることがあるんですけど、まあ、パラゴンレベルが上がると、もうそれだけね、スコアが高い、レジェンダリーが落ちるようになるので、まあ、レジェンダリーの更新をどんどんしていくことによって、さっきの攻撃力の値を上げることができると。まあ、24とかね、結構この辺は低めだし、まあ、これはまあ30なんでそこそこだけど、まだちょっと低いかなっていうところで。なので、なんていうのかな。自分のレベルが上がれば上がるほど、例えばこれ、ちょうど60、レベル60の5、あ、パラゴン45で落ちたものなんですけど、これなんかね、もうかなりスコア値が高くなってくるので、まあヘル2とか、まあヘル1入りたての時は、まあとにかくまあレベル上げをしていって、レベルが上がった状態で、レジェンダリーをね、落とすことによって、上がっていくと。で、レジェンダリーの入手方法なんですけど、まあ普通のフィールドで落としてもいいし、あとまあダンジョンで落としてもいいんですけど、結構おすすめなのが、この怪物にまつわる書物ですね。モンスターの生髄を10個集めて報告することで、まあ、報酬を得ることができるんですけど、あれって結構ですね、まあ、経験値的にも美味しいんですけど、レジェンダリーが結構ね、出やすいので、モンスターの、怪物にまつわる書物の報告で、レジェンダリー
まあ自分の今のレベルに合ったレジェンダリー集めていくのが結構、おすすめの方法かなと思います。まあ、モンスター難易度高になっている時はとにかくね、火力を上げるためにいろんな方法をやるんですけど、まあ手軽にできるものとしては、まあ塚商人のところでトルマリンを、たくさん買ってもらう。そして、あとチャレンジリフトのレベル30をクリアした状態で、レジェンダリーをヘル1で掘ると。で、パラゴンレベルに応じた装備が出ますので、それに付け替えていくっていう作業をするだけで、火力が上がると思います。まあね、ここの共鳴の値はね、まあ私ほとんど、こう見た目以外の課金をしてない状態なんで、そんなにね、ジェムのランク高くないんですけど、まあ、ここをね、稼ぐのはなかなかね、大変になってくるとは思うんですけど、それ以外の強化要素ですね。例えば、こちらの、なんだ、能力値か。能力値のところで、見れる、こちらの、あれですね、ホラドリームの遺産とか、ここら辺もね、まあ、各地の、敵を、倒していくことによって集めていくことができるんですけど、ここもね、攻力が上がったりとか、あるいはアーマー貫通力が上がったりとか、ダメージプラスがついたりとかするので、まあ、こいつを集めてって、毎日その、鍵でね、強化していく。鍵を使って素材を手に入れて、強化していくっていうのもやってほしいなと思います。で、あとは、そうですね、ヘリアクリとかかな、これか、このヘリクワリですね。これもね、結構、ダメージボーナス、攻撃力プラス66って今なってますけど、高くなっていくんでやってほしいなと思います。で、まあヘル1入りたてだとおそらくね、ヘリクワリのレベル1に挑戦するような形になると思うんですけど、だん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 とね、こう、まあ、今、火力がもう1250以上あるんで、3とかもね、クリアできるようになっていくんで、まあ、ここもクリアできるところまでやっておくと。それによって攻撃力を上げることができますので、まあ、ぜひね、まあ、手軽にできる方法からやってみてほしいなと思います。今回はね、モンスターの、難易度高の対処方法についてお話ししてきたんですけども、まあ、今後もね、こういった火力上げに役立ちそうなね、情報も発信していきたいと思いますので、ぜひね、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。どうも、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。